車椅子の折りたたみ方、広げ方、ARM シリーズ編、フットサポート、足を乗せる部分を上に上げます。座面のシートを前と後ろを持って上に引き上げます。最後に背もたれにある黒いレバーを倒して、背もたれを倒して完成です。次に広げ方、背中を持ち上げます。レバーがしっかりロックされていることを確認してください。グリップ、後ろから解除される方が持つハンドル部分を持って軽く広げます。座面のシートの上に手を置いて、その反対側を持ち上げた状態で下に下ろします。これで完成です。